かもしれない。遅いな。遅いな。なんすか、なんすか。急に呼び出されたけど。住宅街や。ちょっとちょっと体しんどいやろ。体しんどい。いや、まあ、結構大変ですね。移動で。あんたに呼び出されたからね。淡路島からも移動してるやん。はい、そうですね。経費出んから。不思議大百科は厳しいな。不思議大百科ブラックやから、株式会社不思議大百科もう潰れろそんなもん。ちょっとね、はい、今日もねぎらおうと思って体を。はあ、ちょっと場所は言わないですけど、もうすぐそこなんで。何怖っ怖っ。まあまあ行きましょう。はい。マンションマンションここやから。じゃあこれあれあれちゃう、直腸破裂で死亡ってなってる。違うそういうとこじゃないから。ほんまにやめて。大丈夫至って真面目なとこやから。こんにちは。こんにちはお願いします。はい、来ます。まあとりあえず頑張ってください。あ、すいません。分かったよ。わかりました。マッサージや。そう。太鼓式マッサージ。ちょっとその、太鼓式マッサージですよね。そう。動画的に大丈夫ですか？大丈夫。いや、僕嬉しいけど。嬉しいけど。いいの？僕がよく通ってるとこですから。ねぎらってくれるってこと？ねぎらって。あ、はい、お願いします。木村さんです。はい。木村です。個人でされてはるんですか？はい、個人でやっているお店です。いや、ちょっと一瞬見てちょっとビビってるんですけど、何ですか？はい、ディプロマ資格ですね。あ、資格。はい。あ、すごい。木村さん何年ぐらいになるんですか？ここの3自体はもうすぐ3年になります。3年に。はい。実際にタイに行ってで古式学んでのその少女っていうことですか？はい、そうです。すげえ。でも木村美咲さんの太鼓式マッサージで僕がよく受けてるのが、はい、カルサイコースっていうのがあるんですよ。カルサイ？まあ先生に説明してもらった方がいいと思います。なんかあれでしょ、ガーってこすですじゃん、石とかで。それ赤すりやろそれ。違うなんかほらめっちゃあざみたいなやつじゃない？じゃないんや。先生、カルサイちょっと説明軽くしてもらっていいですかね？生殖器のデトックスマッサージです。ちょっとはい、大丈夫。本当にちゃんとしたマッサージなんで。これせやんな。そういうそうやと思う。多分やめてください。大丈夫です。本当ですね。はい。これ後で使われへんとかってもう編集者やってたらもう。あ、違います。はい、僕はもう。でもそのだから生殖器のマッサージも含めた一連のコースがありますので。それは実際タイ古式で普通にあるやつなんですか？あるやつです。へえ。それがすごくいいのよ。はあ。本当にね、体楽になるし。体が楽なの？で ED とかね、そういう悩みの人にも効果的なんですよ。あ、そうですか。これだからちょっと今日味わってもらって。はい。じゃあすみません、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、用意できましたらお座りください。カルサイなんで、カルサイコースなんで。はい。痛いとかじゃないですかね？大丈夫ですよ。いや、まあ痛気持ちいいっていう感じかな。痛い言うてるやん。いやいや、痛気持ちいいって感じ。はい。だから下田さんあれじゃないですか、腸とかもちょっと。あ、はい。あんまし調子良くないじゃないですか。良くないですね。腸の方もちょっとやってもらいましょう。へえ。太鼓式はよく行かれます？あ、よく行きますよ。行きます。はい。なんか。ちょっとさっき先生とも喋ったんですけど、太鼓式あると思って行ったら、なんか何人か分からへんおばちゃんが普通にもむみたいななんかそういうタイの人でもなくてでもなく、別にタイのマッサージ多分学んでない感じのとかがやっぱちょくちょくあって、だからずっと探してる状態ですね、ここっていうのを通うことになるでしょうね。せやんマジで先生のとこめちゃくちゃ出ましたね。すいません、いい匂いするでしょ。めちゃくちゃいい匂い。えすいません、いただきます。何じゃこれ。トラスから始めますので、ゆっくり桶に足を入れてください。これまた気持ちいい。気持ちいい。温度大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ではご準備します。はい。ちょっともうリラックスしたんでどっか行ってもらっていいですか。いやいや、いや行かへんよこれは。これゲドさんいつもはね、ちょっと照明を落としてするんですけど、撮影なんでちょっと明るくでいかしてもらいます。全然もうオートシマンです。ではね、はい、紹介も含めてなんで。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。もう気持ちいいでしょ。今日はカルサイのコース施術させていただきますけれども、はい、カルサイは受けたことありますか？いや、ないですね。全然ないですね。はい、でも木村さんカルサイ、はい、そんなにないですよね。まあ、結構珍しい部類のには入りますよね。ありますね。例えばタイ本国では結構ポピュラーだよとかでもない。でもないと思います。はい。じゃああれですね、多分その相当勉強した中であったものってことでしょうね、はい、きっとね。結構繊細なマッサージになりますので。はい。そうでも、うん。カルサイっていう言葉自体は静脈の中の老廃物っていう意味があるんですけど、はい、例えば年齢を重ねたりとか、こう生活習慣の乱れとかストレスとかでこう溜まった老廃物を、デトックスすることで体のこう機能を高めていく、はい、施術になってます。生殖器マッサージしたら、なんかなしたことないもん、そんな肩とかも楽なんだよ。そうなん。俺の感覚やけどな。先生そんなことあるんですか？実際田中さんが受けられてそうおっしゃってるので、先生なんか気使ってる。そんなことないけどなんか感じやで。でも俺は感じるのよ。まあでも元気になるか、確かにそれってやる気が出たりとするかな。つながってきますね。はい。こう活力がやっぱり出てくると思います。ちょっと動画編集で活力がもうどんどん削ぎ落とされてるから、ほんまに活力2やで今ほんまに。動画編集しすぎていやだから木村先生のとこ俺は連れて行こうと思う。ちょっと気持ちいいからちょっともう僕喋らない。なんでやねん。やっといてください。めっちゃ気持ちいいで。じゃあマットの方にご移動お願いいたします。タオル絶対取らないでくださいね。仰向けで、はい、お願いします。気持ちよかったでしょ。もうめっちゃ気持ちよかったね。ちょっと眠たいもんね。いや僕ねいつも寝てますよ。そうもうちょっと眠たいもん。目元タオルってかけて大丈夫ですか？大丈夫です。はい。そうですね、顔映したいんで。じゃあなしにしましょう。リュックさせよリュックさせよ。一応顔取っとかな。いつもタオルかける。まあ目つぶぐらいええけど。美味しいでしょ。結構先生下駄さんは腸がね、あんまし良くないんですよね。本当ですか。はい。内臓の。そうなんですよ。便秘っぽいですよね。ずっと便秘ですね。なんか3日に1回ぐらいが普通なんですよ。僕結構腸いいですよね。すごいいいお腹してます。ですよね。ほんまに俺ほんまに便秘とかないもん。あんま入ってないんじゃないですか。いやいやいや。あれってあんま入ってない。死ぬやん。直腸しかない。知らんから怖いやんか。怖いですよ、今めっちゃ怖いよ。でもカメラ邪魔やろな。わかる？わかる。めっちゃわかる。これ何やろ。めっちゃわかる。普通にこさせて。あ。痛かったら左手上げて教えてください。痛かったら左手上げてくださいよ。我慢してたやん。痛いけどでもこう我慢して。そうやろ、なんか我慢できるぐらいのあれやんか。なんか味ちょっと変な痛みやろ。すごいお腹硬すぎる。ああやっぱそうですか。お腹すごい硬いです。はい。すごい顔してる。死んだ腸。お腹のマッサージって必要なんやな。腸は大事ですからね。確かに背中ばっかりやマッサージって、うん、でもお腹もあるもんね。早っ。早っ。あ、すごい動く。すっごい動くね。こんな顔見たことないわ。めっちゃおもろい。では抗がんマッサージありますか？いや、あなたが言わないと思ってあなたがするみたいな感じになるからやめてもらって。ちょっと周りにほぐしていきますね。めっちゃおもろい顔してる。何も触られることないから。なんか今日は初めてマッサージされるところばっかりだからめっちゃ新鮮ですね。ほんまに。え？失礼します。失礼しますね。あなたが言わないともらっていいですか？めっちゃ変な顔言ってる。どうですか？いや、怖いた気持ち。正直な。正直怖い。でも気持ちいい。けど痛い。けど気持ちいい。複雑すぎる。いろんな感情が。不思議。それさせようとしてんの。大百科。やってくれる。ありがとうございます。すいません。ほんまにダメですって。今のはようやってくれたで。いや。今よくやってくれたけれども、ただ今後一切多分もう来ないでくださいだって言われる。俺も木村さんのとこに来るときは。結構おとなしめで来てるから。ああ、そうですよね。俺も恥ずかしい。そう、もうそれはやっとこう。すみません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。実際どうでした？いや、皆さん、まあ、コース受けて。はい、気づいたことがあります。今まで、触られたことない場所、まあ、お腹もそうやし、もういろいろなところを触られて。あ、ここ自分ダメなんやなっていうことに気づいた。あ、よかったですね。触られないと分かんない。特にお腹、これは受けないといけないなってなんか思いましたね。結構固めでしたよね。結構固めでしたね。カルサイのコースの他に、太鼓式マッサージのコースも、ございます。はい。タイセラピーあるんで検索してもらえたら、ホームページでできますんで、そこでコース内容とか料金も出てますんで。あ、なるほど。絶対僕こう通います。めちゃくちゃ。ちゃよかったね。ほんま僕も通ってますから。あなたはもう来ないでくださいね。タイ古式マッサージって、はい、なんかほらまあ歴史あるじゃないですか、はい、でそのブッダにその使えてたマッサージ師の人がいて、でその人がみたいな話もあったりとかして、先生はそのなんかどういうきっかけでタイ古式マッサージをやろうと思ったんですか？タイマッサージのきっかけは、うん、自分が受けて、はい、すぐ体が軽くなったことに感動して、タイ古式絶対やりたいって思いました。軽さをまず選んだ理由は何ですか？もともとそのタイマッサージのセラピストをしていて、はい、でこうスキルアップをするためにタイに本場に行って、はい、こうタイマッサージ勉強しようって思ってたんですけど、はい、お客様になんかタイってタイ式の抗がんマッサージがあるらしいよっていうのをちらっと聞いてたのを お客さんから聞いたんですね。それを思い出して調べたら本当にあるじゃんと思って、うん、で実際本場で受けたんですけど、うん、もうなんか内側からこうエネルギーが湧いてくるような感じにすごい感動して、あ、こう誰かの役に立てたらいいなと思って日本でもやろうって決めました。と思って知らずに連れてこられる。そうですね。いやでもこれ来てよかった。でタイ古式マッサージもありますからコースで。それはもうあれ僕とかがよくイメージするあれねっていう感じのやつですか？ストレッチとか。そうですね。なんか足をこうやってこうやってですね。ああはいはい。ご来店お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。ということで本日もオカルトコレクター田中俊之と下駄花尾とタイセラピーアルン。木村でした。ありがとうございました。普通にこさせて